こんにちは、こんばんは。村井流の歌い方講座の時間となります。今日はまた、この男性歌手、続けていきますけれども、泉俊介さんという方の、まあ、一応、作品ですけど、ご自身が作詞作曲されております泉俊介さんね、居酒屋とか言って情けっていうね、改革になっておりますけど、この歌を今日はご自身が作詞作曲されておりますんでね、ちょっとこの歌を今日はレッスンをしていただきます。発売日が4月27日になっております。もうすでにカラオケの方も入っていると思いますんでね、そんなことでエースエンターテインメントからデビューされておりますね。そんなことでじゃあちょっと半落ちぐらいで、まだ本当に私もまだ練習はしないでやるもんですから、どうしてもこうねつまずいたりしますんで、そういろんな曲を歌っているもんですから、ちょっと頭の中ちょっとね整理しながらこう歌っているもんですから、思い込みがございますんで、どうしてもちょっと若干音の違いもちょっとどうしても出るんですね。まあ、そんなことであんまりこう練習は私しないもんですから、そんなことでね、まあ当たればいいということでございますんでね。じゃあワンコラス歌っていきます。半落ちでいきます。居酒屋情け。はい、寂しそうな感じないだね。だから男の背中に風が吹きってね。男の背中にって、もう続けて男の背中に風が吹き。すぐ聞いてたら急でございませんで、200度見たら居酒屋情けの居酒屋情けの情けのね、居酒屋情けの看板にちょっと伸ばし合います。続けてみましょう。三代男の背中に風が吹き、居酒屋情けの看板に。回転が68回転ですから、こうゆっくり音楽なんですね。まあ要するにこう語りのような歌い方ですね。次ひょろりよろけた。
駅浦通り、まあ、こんな姿もよく見ますね、駅浦ね。ひょうはちょっとポンと、ひょうろう、元の音でどんどん戻ります。ひょうろうり、いよろけた、ってちょっと、たって上げますね。ね、ひょうろり、よろけた、えきうらどり。ちょっとややここ大きく、高めに明るく。駅裏ね、駅裏通り通りね。じゃあひょろりから入れましょう。なんかおかしい。ひょろりよろけた駅裏通り。ここはちょっと掛け声のようなお店のこうね挨拶ね。こんばんは、寒いわね、お一人ですか。この調子がいいですね。こんばんは、寒いわね、寒いわね、お一人で、お一人ですか。まあ、お店のおかみっていうかね、ママさんがね、こんな感じで。こんばんは、寒いわね、お一人ですか。ね。で、この一拍して、ここでちょっとやや強くなります、このラインはね。張り気味で。ふるさと、なまりと、ですね。ふるさ、拳しながら、さと、なま、まが母音ありますから、ちょっとスキップする感じなんだけど、拳が張ります。なまりと、ね、なまりと、笑顔とじざけ。これサムネイプですね。笑顔とじざけ。じざけ、ね。ここスムーズに行くように練習しましょう。いいですか？ふるさとから。ついて疲れた命にですね。命に疲れた疲れた命に日が
ひらがなを読みますからちょっとね、笑顔と地酒で、ね、ここちょっとはっきり歌いませんでしたのですいません。じゃそれでは通していきましょう。